5月30日なんかこれも来ていただいて、ね、もう偶然に偶然が重なったみたいな。そうなんですよね、はい、この日今年の、TCR の、はい、テストするっていうことも、はいはい、一緒にそのやろうという草レースと、うん、午後にね走行があったんですよ。実はこれそうですよ、ね、4レースの走行があって同じ日にやろうっていう話で、はい、まあ、シェイクダウンを担当させてもらいました。はい、我々はもうこのおかげでですね、お昼ご飯を食べ損なってしまいました。なるほど、はい、僕はしっかり食べましたよ、ね、うん、もこの続きからそうだったんですか。はい、このプロジェクトには、佐々木さんはどういう関わり方をしてるんですか。実はですね、もともとこの車を前島さんが、まあ、購入して、はい、自チームというかですね、まあ、チームはあるんですけれども、うん、本当はそのチームで僕が乗る予定だったんですね、はいはいはい、ただ少しですね、ちょっと車来るっていう時期と、去年の話なんですけど、うんうん、来るっていう時期と予算繰りの話で少しですね話がずれてしまい、前島さんと通過体制だったんですけれども、前島さん一人で出るっていうまあことになってしまったんですね。でその中で前島さんはもともとずっと僕とコンビ長かったんですけれども、その中でそのセットアップをですね、前島さんが佐々木やれよと言ってもらって、まあ、このチームとこのプロジェクトにまあ参加させてもらって、で僕が空いてるっていうか体が空いてる時があれば、前島さんのところに、これ無線使えるんですよ、スプリントレースなのに。はい、要はピットと無線がつなげるので常に無線をつないで前島さんに今の状況とか、どういうこっちからアドバイスできることは無線でやり取りして、はい、やってるっていう状況です。そういうことですね。はい、はい、そして主音声でもちょっと言いましたけど、はい、前島選手に左足ブレーキの方がいいよと。はい、はいはい、ですね、今の現代のこの車って、うん、パドルシフトになってるじゃないですか、はい、パドルシフトになったりシーケンシャルになったり、うん、要するにクラッチを踏まなくてもシフト操作ができるっていう車に、うん、今のレーシングカーになってきてるじゃないですか、はい、そこで、メリットになるのが左足ブレーキっていうところがメリットになってくるっていうところがあったんですけれども、もともと前島さんも僕もですね、うん、ツーリングカー出身なので、うん、左足ブレーキなんか使ってなかったんですよ、うん、で、右足でブレーキをしてたんですけれども、はい、この車ですね、実は排気量が本当に小さいんですね、うん、1700いくつ、はい、そうですね、に、ターボをつけて、馬力を出してるっていう感じなんですけれども、はい、小さい馬力で大きいタービンを回そうとするとターボラングってもちろん出てくるじゃないですか、うん、今のね流行りの、なんですかアンチラグとか、はい、ついてればまた話別なんですけど、この車ついてないんですよ、はい、でその中でターボラングをいかにこう、消して走るかっていうところで、はい、左足ブレーキっていうものを使ってみたら、速かったんですね、要するになんでこのドライバーは左足ブレーキを使ってるんだろうって僕もナチュラルに考えて、その、要はスロットルを先開けしていくと、はい、急にねそのドッカンパワードッカーンっていうそのオイルスピンが起きて、はい、アンダーステアが出てしまう、はい、これはちょっと乗りにくいなと、2リッターとかでねトルクがあればアクセル操作一つでいけるかもしれないんですけど、はい、ちょっとターボラムが大きいなっていうのを感じて、で右足でスロットル開け、左足でブレーキ踏むじゃないですか、はい、そうすると、右足はスロットルのところに足を開けとく、まあ、置いとけるんですね、そうですね、で、うん、ちょっとだけこうオーバーラップ、うん、要するに両方踏むっていうその、うん、状態を作れるんですよ、はい、そうすると下級圧を常にこう高い制圧の状態に保つことができるので、ターボラムを感じずに、はい、ダイレクトにこの加速できるっていうメリットがこの車に僕は見つけたんですね、でそれで前島さんに、はい、こっちの方がいいんじゃないっていうところで、はい、やったことなかったんですけれども、はい、無理やりもう右足は
使わないでって言って、はい、左足一本での左足一本というかね、ブレーキは左足一本で踏んで、はい、っていうことを、まあ、言って、はい、まあ、器用なドライバーなんですぐ、はい、対応して、はい、まあ、次の日にはね右足と同じようなタイムで走ってたので、うんうん、まあ、ここからねすごくこう楽しみなんですけれども、はい、はい、っていうメリットがあって、うん、左足で踏んでもらってます。これちょっといいですか、はい、したら例えば左足でブレーキを踏む、はい、もちろんそれも繊細なブレーキは必要なんですけど、はいはい、右足もそういう意味で言うと、はい、そのさっきの話だとガバっていう感じじゃないってことですね。そうなんですよ、オーバーラップさせて何パーセントか踏んでるっていう、はい、ちょっと右足も今使い方としては器用にやらないと、はい、器用にやらないといけなくて、はい、なので、うん、これまた難しいんですけど、今まで右足でブレーキ踏んでるんで左足が、フットレストにねずっと置いといて体を固定できたんですけど、はい、左足でブレーキすると体が揺れちゃうんですよ、はい、その中で僕はシートだったり、そのペダル位置とか配置とかも全部左足専用に、はい、変えてもらって、なるほど、で前島さんにそれを慣れてもらうっていう方向で、うん、やってます、うん、なんかね前島さんって実はこだわりがないというか、はい、あまりそのこれっていうものを、こだわりを持ってないんですね、はい、だから何でも乗れちゃうは乗れちゃうんですよ。なるほどね、はい、うん、なんですかね、ピンポイントのところがレーシングカーなのでピンポイントのところにいた方が絶対いいと思うので、うん、で体型僕と一緒なんで、うん、で、僕で調整して微調整を前島さんにさせるっていう、なるほど、はい、そういうですね、僕が本当に長い付き合いなので、僕に合わせてくれれば、はい、前島さんも乗れるって本人も言ってるんで、はい、佐々木が全部やってみたいな、そういうチームワークなわけですね。そうなんですよ、はい、で佐々木さん、はい、この車、まあ、この当日も乗ってらっしゃったんですけど、はい、やっぱこう今現状でこの車早くしようと思ったら、はい、どういうふうにセッティングしていけばいいんですか。実はこれ、部品が届いてなくて、はい、ちょっとできなかったんですけれども、リアのスプリングが少しですねソフトになってるんですね、はい、車重ももともとより100キロ重かったり、はい、いろんなウエイトが積んであって重い状態の中で車のすごいリアのロールが大きいんですよ、うん、でトラクションがかからない、でデフも固めなきゃいけないっていう方向になってしまうので、はい、スプリングレートを少し上げるようなセッティングを考えてます、はい、なるほど、うん、車としてはやっぱりその、はい、旋回性っていうのを上げていきたい、はい、そうですそうです、旋回性を上げて、うん、トラクションをね FF のトラクションを絶対逃がさないようにうまく使いたいっていうので、少しねリアのレートを上げていく方向のセッティングを考えてます、はい。